アクネ駅。アクネ駅は、鹿児島県アクネ市にある施設オレンジ鉄道線の駅。鹿児島県最西端の駅。観光列車、オレンジ食堂や快速、オーシャンライナー薩摩も、全列車停車する。泉郡アクネ村の中心駅として設けられたのが、由来。アクネの古い表記は、アクネである。アクネ市の公益財団法人、アクネ市美しい海の町づくり公社が、 駅管理を行う、有人駅で、相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅で1番乗り場と2番乗り場が向かい合って、存在している。駅舎は、開業時は、木造平屋建ての駅舎だったが、1945年、昭和20年8月に起きたアクネ空襲で爆弾の直撃を受けて消失した。現在の駅舎は1949年、 昭和24年に竣工した二代目の木造建築駅舎で正面が改装されていたものをさらに2014年に改修したものである。一番乗り場の裏に終点となっている二つの側線があるが、これはかつて貨物ホームだった名残であり、現在は保線用車両の留置に使われている。2000年代頃までこの側線には貨物ホームの施設がほぼすべて残っていたが、 2009年にライダーハウス開業のために寝台客車を設置した際にほとんどが撤去れた。かつては短式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線の合計二面三線構造で、二番線の隣に三番線があり、その隣に貨物列車用の側線も一線敷かれていた。三番線と側線は一部の列車の対比などに使用されていたが、 貨物列車の削減などにより、退避列車が減少し、末期は旧車、廃車車両の留置線として使用されることが多かった。1986年11月1日大や改正以降は、使用停止となり、3番線や側線につながるポイントレールなどは1987年内に撤去された。その後線路もすべて撤去され、跡地は駐車場などに転用されている。 2016年現在も川打ち方には3番線で、使用されていた安全側線、車止めの跡が残っている。アクネ市の中心駅であり、国鉄や JR の駅であった頃は、特急、フェニックス、ツバメ、有明、寝台特急、はやぶさ、那覇、急行、カ門、モン、ソ桜島など、深夜帯に運行された、臨時特急、有明など一部の優等列車。 臨時列車以外のほぼすべての優等列車が停車していた。また、海に近いこともあり、1970年代までは、山間部の薩摩大口駅から川内駅や水駅経由で東駅までの海水浴客専用の臨時直通列車が多数運行されていた時期もある。緑の窓口も設置されていて、全国の JR 指定券が購入できていた。駅舎内には、 清介つや居酒屋が営業しており、駅弁も販売されていた。駅前には、市営の無料駐車場、市が設置した無料駐輪場がある。ホームには特急、メの号車案内が残っている。ホームには、市民グループが設置した花の上であるプランターが並べられている。鹿児島本線時代から主要駅の一つであり、折り返し運転も可能な構造であるが、国鉄、 JR 時代は、工事、災害による運休や臨時団体列車での折り返し運転があった以外は、定期列車での当駅止まり、当駅折り返し運転は行われていなかった。2004年に視察オレンジ鉄道に移管された際、3月27日から初めて当駅止まり、到着後、そのまま川内駅まで改装となる定期の観光快速列車、開封が定めされた。 しかし2005年3月1日のダイヤ改正で、川内方面域に延長され、当駅泊まりの定期列車は1年と持たずに消滅した。現在は、毎年3月中旬に開催される、高尾野中野市開催時に、臨時列車が駅と米野津駅との間で折り返し、運転されるのみとなっている。国鉄時代から使われていた駅舎は、鉄製の改札口や緑の窓口、 発車表の跡が残るなど、国鉄時代からの名残を色濃く残していたが、駅舎自体が老朽化していること、駅舎内に多数の鳥ガスを作り、粉害がひどいことなどから2013年10月より、駅舎の改修工事が始まった。駅舎の改修は、アクネ市が総事業費、約2.1億円を投じて行い、2014年、平成26年5月3日に、 にぎわい交流館アクネ駅として、新装開業した。駅舎のデザインを手掛けたのは、七つ母子ン九州を手掛けた、三戸岡英ーで、アクネ付近で伐採された木がふんだんに使われており、図書室、キッズルーム、多目的イベントスペースなどが設けられている。また、待合室はホールを兼ねた構造になっており、コンサートなどにも利用可能となっている。さらに、 駅構内に出店しているアクネや食堂は地元で取れる海産物をトッピングする地魚カレーなどの地元食材を用いた料理も提供している。アクネ市の特産品を扱う土産物やアクネ市場も併設されている。駅管理と業務は常実の公益財団法人による業務委託でにぎわい交流館の管理運営と業務はアクネ市が行っている。 かつてはにぎわい交流館は必殺オレンジ鉄道の直営であったが2015年3月31日もって管理を終了し翌4月1日よりアクネ市の管理となった管理者変更に伴い4月1日より食堂とカフェは営業を休止していたがカフェが4月17日の昼より食堂も5月1日より営業が再開されたこの他に多数の臨時イベントが イベントスペースで開催され、その場合は営業時間が変更となることがある。列車は基本的に一番選定車だが、列車交換時は二番乗り場に、川内方面行きの列車が入る。ただし、一部の列車のみ、列車交換なしでに乗れば発着の八代、川内方面行き列車も設定されている。にぎわい交流館の開放時間は6時30分。 と休日は7時から21時までで、それ以外の早朝と深夜の時間帯は、防犯上の理由から閉鎖され、建物横の通用口から直接ホームに入る形となる。また、自動券売機は、他の友人駅と違ってにぎわい交流管内にあるため、開放時間外は、乗車券は購入できない。このため、この時間帯は、車内の整理券を取り、下車駅で、 整理券と共に運賃を支払う方式となっている。海沿いに広がるアクネの市街地の北東の端に一致しており、アクネ市内の様々なスポットに近い。アクネ温泉やアクネ大島等の観光地も控えている。駅前ロータリー内に南国交通のアクネ駅前バス停がある。アクネ駅は日本国有鉄道、九州旅客鉄道時代には特急、つばめや寝台特急、 那覇、早草、夜行列車、開門、ドリームツバメが停車するなど、停車本数の多い駅であった。転換後でも必殺オレンジ鉄道の主要駅の一つであり、土日祝日には、快速列車、オーシャンライナー薩摩がこの駅に停車し、普通列車の本数は、転換前よりも倍増したものの、転換前の停車本数の半数以上が、特急列車であったことから、 全体の列車本数は若干減少している。なお、鹿児島県が九州新幹線の開業後一年して実施した調査では、利便性の悪化によって、アクネへの観光客、ビジネス客の減少が見られること、また、周辺住民が直接出水駅あるいは川内駅に向かうことになり、アクネの商店に打撃を与えていることが指摘されている。同じような境遇となった例としては、 北陸新幹線の一部線公開業により、新幹線の駅が、作平駅に移り、新越本線時代には、特急、浅間、白山が停車し、品濃鉄道への転換後は、快速と普通列車のみの停車となった小諸駅や、東北新幹線八戸駅から新青森駅、開業後に、新幹線の駅が七こと和田駅に設けられたため、東北本線から青い森鉄道の転換後は、 快速と普通列車のみの停車となった三沢駅、野辺寺駅、浅虫温泉駅、そして北陸新幹線長野駅、金沢駅間、開業後に新幹線の駅が黒部うなずき温泉駅に設けられたた、北陸本線から愛の風と山鉄道の転換後は、愛の風ライナーと普通列車のみの停車となった、魚津駅やなどがある。臨時快速オレンジの隣の停車駅は、 列車記事を参照のこと。土休日のみ運転。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。